こんにちは、こんばんは、おはようございます。おっとりやギターです。いつもおっとりや動画をご覧いただきありがとうございます。今日も素敵なギターのご紹介をさせていただきたいと思います。本日ご紹介させていただくのはこちら、キソ・スズキダブルの400というモデルとなっております。ジャパンヴィンテージ好きの方でしたらご存知かと思います。有名なキソ・スズキのモデルとなっております、はい、こちらですね、1970年代に作られたと思われるモデルとなっております、はい、では早速スペックの方からご紹介させていただきたいと思います。こちらトップの方がスプルース、こちらサイドバックがですねハカランダになっておりまして、バックの方はですねハカランダとメープルの3ピースとなっております。もう素晴らしい木目でございますね。はい、本当に素晴らしい木目です。でネックの方がマホガニーで、この指板とブリッジの方はローズウッドとなっております。はい、でこちらポジションマークの方はですねヘキサゴンインレイが入っておりまして、あとトーチインレイですね、ヘッドの方は。はい、あと別光柄のピックガードに、分かりますでしょうか、このボディのです、ね、セルのところにはですねインレイが施されておりまして、実はこのバックにもですねインレイの方が施されております。かなり手が込んだですねクオリティが高いモデルでございます。当時4万円のギターなんですけども、今では考えられないほどのハイクオリティな、さすがジャパンヴィンテージだなというところだと思いますね。はい、コンディションの方なんですけども、全体的にですね大きなダメージはございません。ただですね一箇所、こちら分かりますでしょうか、こちらシールのですね日焼け跡がございます。はい、あとはですね40年以上経ってるモデルの割には綺麗なモデルかなと思います。まあ細かな打痕傷とかはございますけども、全体的に見て良い状態だと思います。はい、ではですね早速サウンドの方のご紹介をさせていただきたいと思うんですけども、こちらですねオール5番となっております。オール5番なんですけども、このやっぱ70年代のですねこのジャパンヴィンテージと言われるギターというのはですねオール5番でもかなりクオリティが高い5番で、使ってる材というもので材もですねもう今では考えられないぐらいな非常にいい材を使ってると言われております。ですのでサウンドもですねオール単板のギターにですね負けないぐらいのですねサウンドをしておりますので、ぜひそのあたりもですね聞いていただければと思います。ありがとうございます。いかがでしょうか、もうこのパワフルなサウンド、もういかにもジャパンヴィンテージっていうところですね。
もうオール5番のギターにはですね負けないぐらいのこの迫力ある力強いサウンドっていうのはもうならではだと思います。もう低音も出ておりますし、あと中高音のですね、まあ、はからんだらしいシャリンとしたサウンドっていうのもすごく素晴らしいと思います。はい、あとですね音量もかなりございますし、音の抜けがまず抜群でございます。ですので弾いてて本当に気持ちいい、そんなモデルでございます。はい、では指弾きの方もしてみたいと思います。ありがとうございます。もうさすがジャパンヴィンテージ基礎鈴木ですね。アルペジオでも本当に綺麗な音色を奏でてくれる、そんなギターでございます。もうなかなかですね状態のいいジャパンヴィンテージっていうのも少なくなってきました。中でもこの基礎鈴木というのはですね人気があるモデルでございます。しかも今では大変高級材と言われているこのハカランダを使用しておりますので、ぜひですね基礎鈴木のW400 をですねお探しの方はこれを機会にですねご検討の方をしていただければと思います。はい、ということで本日は基礎鈴木 W400 をご紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。おっとりやギターでした。